東口流山セントラルパーク駅は、千葉県流山市前平井にある、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの駅である。駅番号は TX11。駅開業前の仮称は、流山運動公園駅であった。2002年4月に流山市が行った市民のアンケートの駅名1位も、流山運動公園であり、アンケートをもとに2002年9月に、 駅名候補の試案として選定された駅名も、歌唱同様、流山運動公園駅であった。2003年8月23日の第2回、つくばエクスプレス駅名選考委員会で、流山市は、新たに寄せられた意見、提案提案や、新しい街づくりの方向性が示せること、若い市民の感覚も大切にすることなども踏まえ、新たに流山セントラルパークを 市案に制定し、県を通じて、首都圏新都市鉄道に報告、その駅名が正式に作用となった。市の見解では、流山市総合運動公園が、流山市の緑の拠点として市民に親しまれている、ことが市案選定の理由としているが、流山セントラルパークという名の公園は存在せず、公園名と駅名が異なっている。 伊崎義春市長によると、街に比較的高級なイメージが湧く、ブランディング戦略の一環で命名したとのことである。ホーム相対式ホーム2面2線の高架駅である。改札口は1カ所のみ、自動改札機設置。駅構内施設にファミリーマート流山、セントラルパーク駅前店、ステーションショップ流山セントラルパーク駅店などがある。 2020年度の1日平均乗車人員は4092人である。開業以来の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。駅から西に2つ目の交差点を過ぎた先は、帰省市街地となっており、北は後平い、西は前平い、平和台、かの流れ山美しが丘、南には重いと中の各住宅街がある。東には、 流山市総合運動公園があり、柏市、松戸市との市境がある。駅北側には、千葉県道5号松戸野田線、千葉県道278号柏流山線が走る。駅周辺道路は徐々に整備が進んでおり、2010年11月16日には、都市計画道路3.328号中、小牧線の市、野屋、小平井間が開通し、 東駅と流山大高の森駅が道路で直接結ばれた。東駅から約1.3から1.5キロメートルの場所に流鉄流山線の流山駅、平和台駅がある。つくばエクスプレス開業前の駅周辺は住宅が点在し、他や森林が広がっていたが、開業以降は千葉県によるつくばエクスプレス沿線整備の一環として土地区画整理事業が行われている。 2013年春には、駅西側に商業施設がオープンした。また、駅東側は、学校法人行政国際学園と、医療法人財団東京勤労者医療会による土地利用が決定しており、前者は、行政国際流山幼稚園を2014年4月開園、後者は、東括病院を2016年5月に移転、開院した。 西口駅前ロータリーのバス乗り場路線バスが当駅の西側ロータリーを発着する。バスはすべて東部バスイースト西柏営業事務所の運行。南流山駅行きの西柏09系統は2014年10月20日のダイヤ改正で新設された路線であり、これに合わせ、従来は柏駅、南柏駅方面用だった一番乗り場を南流山駅行き専用とし、 従来からの路線は全て2番乗り場となった。出店。ありがとうございます。